ここがかなたちゃんとはるかちゃんのお部屋だよ。お邪魔します。うわ、いいな。ん？何が？だってかなたさんはお勉強するときも寝るときもはるかちゃんと一緒のお部屋なんでしょ。ルビーはお姉ちゃんとは別の部屋なんだ。なるほど。ルビーちゃんはそれがちょっと寂しいんだ。ちょっとだけ。それじゃあかなたちゃんが秘密の作戦を教えます。ダイヤちゃんのお部屋にルビーちゃんのものを忘れていくの。え、どうして？例えば筆箱を忘れちゃったりしたら、取りに行ったついでにそのままダイヤちゃんに教わりながら宿題ができる。わー、お裁縫道具を忘れちゃえば、取りに行ったついでにダイヤちゃんの意見も聞きながら衣装作りを進められる。ねえ、いい案だと思わない？わー、ルビー、やってみるよ。でも一番いいのはダイヤちゃんに直接一緒にお勉強やお裁縫をしたいっていうことだと思うよ。ダイヤちゃんもルビーちゃんのこと大好きだもん。ダメなんて言わないから。お姉ちゃんはね、いつだって妹ちゃんの願いを叶えたいんだよ。